ばんは、スペロ TV のゆうきです。はい、まあ今日はね、もうゆるく雑談をしたいなと思います。でね、僕がよく食べてるピノと、今日ね、あのだいぶ前に CM やってたんですけど、今日コンビニで見つけて、あの飲みたいなと思って買ったんですよ。これです。ブレンディの冷たい牛乳で飲むクリーミーカフェオレっていうのをね、買いました。いただきます。うん、うまいね。たまにはね、こういうのもありですね。はい、ピノ。ピノはいつもあの箱で買ってるんですよ。でこれね、あの今日の昼なんですかな、で食べ方なんかやってて、あの冷凍したものを冷蔵庫に移して30分待って食べると、まあ美味しいっていうので、今、ね、それをやって30分経ったんで食べたいなと思います。星はない、ないかったです。いただきます。うん。若干クリーミーだったかでやりたいと思います。しまってこれ。はい、で、ワクチンを打ってからもだいたい十何日だ。13日、約2週間ですね。で、症状が、副反応が出て3日間経ってからは、その後は特にその症状っていうものは感じなかったんですけど、昨日ですね、朝起きたら、これ1回目の時もあったんですけど、目の裏の筋肉が痛くなる、なったんですよね。で昨日の朝なって、1回目の時はこっちだったんですよ。で2回目っていうか、昨日はこっちが痛くなって、あ、これもしかしてその副反応のあれかなって思って、でその僕はね、パニック障害もあって、でその自律神経の乱れから来る障害なんですけど、
構その僕の脳自体右側、要は右脳を使って物事を考えたり、こう直感的にこう動いたり、こう右脳を使って生活することが多いので、まあ、症状が出る時もこの右の脳に何かしらのこう異変を感じるんですよ。で、まあ、右目がの裏が痛くなって、で、まあ、ちょっとまあ、筋肉のつながりなのか神経のつながりなのかでちょっと右の頭もちょっと痛くなったりみたいな、ずっと痛いわけじゃなくて、その目が痛くなるとそれと連動して痛くなるみたいな感じなんですけどまあそのせいなのか、または本当、まあ、39度台で丸1日まあ過ごしたその副反応で39度台が出て、もうその時にまた自律神経にこう何かしらの影響が出たのか分かんないんですけど、ちょっとね、昨日、一昨日の夜から呼吸に乱れが出て、その過呼吸になるとかそういうことじゃないんですけど、あくびが出なくなったんですよ。あくびしようと思ったら止まって、うわって思って、ほんとね、辛いんですよ。でもうその一昨日の夜そうなったけど、まあもう夜であとは寝るだけみたいな感じだったので、特にそんなにはあれだったんですけど、やっぱ次の日はでもまあ普通に過ごしてて、でもどっかあの日用品買いに出かけに行ったんですよ。でその時にやっぱその不安というか、どっか意識しちゃうんですよね、呼吸が大丈夫かなみたいななんかそれでまずいかもなって思って、まあその場で薬というか頓服を飲んだんですけど、で案の定そのパニック障害に起こる起こりやすい症状が、出たっていうよりかは出そうな感じになっちゃって、買い物中にうわこれやばいな、これ来たかって思って、ほんと久々にだったんですよ、そういうのが。だもうほんとここ最近すごい多分調子も良くてまあいろいろ動いたりもしてたりしてね、すごいなんだろう、いろいろ考えることもできたしこう前向きに何かに取り組むっていうことができたんですけど、できてたんですけど、だまあそのね、いろんなことが作用して、まあ、ちょっとねこうその症状を起こしてしまったんじゃないかなと思うんですよ。でまあ昨日も、豚腹飲んで、まあもう普通に過ごして、で今日もねまあ午後飲んで、まあ多分今その効果が一番効いてる時だと思うんですけどいやまあね、ほんとまだ完全に治ったわけじゃないので、やっぱね、しょうがないっちゃしょうがないですけどね、まあ本当無理せずそういう頓服だったりなんかその薬を飲んで対応できるところは対応してはい、いけたらいいなと思いますね。まあただなんか改めて
その恐怖というか、ある意味自分がこう今生きているっていうことをまたね、こうなんか再認識させられたというか、ありがたみを感じられるられたなっていうのは思いますね。本当ね、1年前はそう、本当に今もう思い出そうとしても思い出せないぐらい本当にひどかったんだなっていうのをすごい感じますね。おいしい。ね、まあ、最近はなんだろうな、短編ドラマ作ったり、まあ今ねドキュメンタリーを制作しててやったりとまあしてるわけなんですけど、こういうなんか食べながら話すっていうのもなかなかないので、ゆるーく聞いてもらえればなと思うんですけど、空綺麗でしたよ。ストーリーズにあげたんですけど、本当綺麗ですね。まあ最近なんかね、いろいろとこうやることとかもあって、それが自分でもこうできちゃうから、ちょっとねこうリラックスする瞬間っていう。時間をこう作れてなかったなっていうのは思いますね。本当ね、こう最近なんですけどね、本当まだついこの間まではそういう時間作れてたんですけど、まあやっぱね、ワクチンのそのタイミングからやっぱちょっとね、生活リズムは多少ずれたので、まあそれもありますし、本当ね難しい症状ですね。まあなんかまずは焦ることなく今のこの状態っていうのを受け入れて、まあこんなことあったっていう、前に比べれば本当になんか。まだこれで済んでるっていうのがすごいありがたいぐらいなので、まあ無理せずちょっとずつ徐々にまた回復、していくのをこう目指してというか、うまくねバランス取りながらやっていけたらなと思いますね。本当に今でこそそうやって薬とか、なんだろうな、精神安定剤みたいなのが、ね、ありますけど、本当に昔の人とかって大変だっただろうなっていうか、どう過ごしてたのかなっていうのは、だからそれもあんま考えちゃうとね、こう自分の中でわーってなっちゃうのであれなんですけど、でもまあ本当にすごい大変な思いをしたんだろうなっていうのは思いますね。最近ね、この世界の片隅だっけか、そう、この世界のさらにいくつもの片隅にっていうのをちょっと見たんですよね。で、それと同時に、まあ今
あるお家とかを見てる中で、やっぱね、ここもこう歴史がありますから、そういう資料とかね、戦争中の資料とかちょこっとこう見たりもするし、あ、なんかここにいたんだなっていうのをこう感じたりとかして、で、まあちょっとね、この、 あの絵のタッチが緩めな、そのこの世界の片隅にを見たんです。一回見たんですけど、なんかタイトルが付け足されてた感じがあったので、ちょっともう一回見てみようかなと思って、でやっぱ全部は見れなくて、どうしてもこう、なんていうのかね、なんていうのかな、こう自分で言うのもあるんですけど、感受性豊かというか、もう本当になんかそのね、ものをすごい感じ取ってしまう、自分的にそういうのがあるので、なんかそういう面でちょっとこう、なんだろうな、ああみたいな、もう考えない、やめやめよみたいな状態になったんですよね。まあ誰にでもあるとは思うんですけど、そういうことは特にね、こういうなんていうのかな、歴史が根付いた町に、まあその場に住んでいるので、よりねそれをこう感じ取ろうとすると感じ取れちゃう面はあって、まあ、それそれでね、すごくいいことなんですけどね。まあなんか星空見て、昔の人はこの星を見てどう思ってたのかなって思うのと同じような感覚で、ね、昔の人はここ歩いてたんだなとか思うと面白いけど、頭が混乱するっていう、そういうのもよくありますね。なってるのかな。僕のあのルーティーンというか、じゃあ寝る時間と起きる時間、何時だと思いますか。寝る時間、まあ言ったらもうマジで健康的な生活を送ってる、生活というか睡眠とか、睡眠起床はもう健康的ですね。寝る時間は、まあ、大体10時ぐらいにはベッドにこう入るようにはしてますね。で、まあそこからヒーリング音楽みたいなのかけてストレッチして寝ると。で、だから大体9時とか、早い時で8時半とかにお風呂入って、でもう寝る準備して、であとはまあ洗濯物をで干したりして、あとは眠りにつくと。で朝は5時ぐらいに目が覚めます。はい、もう自然ともう習慣になりましたね。こっち来てから5時とか5時前に目が覚めたり、まあこの間はね6時半ぐらいまで眠れたんですけど、まあ、僕は朝好きなので5時とか起きてすぐなんか何かやることがあると、起きてすぐパソコンでこう資料ちょこっと手直ししたり
編集したりっていうのは全然できますね。朝だいたい5時に起きて、コーヒー飲んでゆっくりしてって感じですね。で毎朝、平日はジップと、スッキリを見て過ごしてます。まあ、そこまでがっつり見てるわけじゃないんですけど、いろいろやりながら。で、お昼は昼なんです。見て。なんか朝早いんで、ご飯ももう6時とか6時半には食べるんですよね。で、そうすると昼が11時から11時半になるんですよ。で、過ごして、で3時ごろおやつ食べて、で6時半ごろ夜ご飯みたいな。だからね、そういったちょっと早めのあれで、もしかしたら僕は生活を送っているのかもしれないですね。まあ、それがね、ちょっとでもこう乱れたりすると、多少体調に影響が出たりとか、まだね、そこにこう今ようやくその生活リズムに慣れ始めてるっていう感じでもあるので、やっぱそこがこう、なんだろうな、寝る時間が12時になったりとか、食べるその2週間ぐらいその時間帯に食べてたその流れがちょっとどっか変わったりすると、その後のペースもちょっとずつ変わってきて、体調にこうそれが現れるみたいな感じなので、まだ完全に治っ、症状とかね、体調も治ってるわけではないっていうのが一つありますね。いや、本当にだから深いなというか、すごい多くの方に迷惑をかける症状だなとも思うし、まあ、ただそれをこうな、まあ、治すというか、そういう方向に向かう、そういうことをこう考えていかなきゃいけないっていうのも現実的にこうやっぱあるので、すごいもどかしい部分はありますね。ね、ここぞという時に動けなかったりするのが一番辛いですから。ただやっぱその症状になってる時はもうそんなことよりもこの今のこの症状を落ち着かせなきゃみたいなところに意識がいってるので、本当にそれが落ち着い、症状が落ち着いたらようやくその出来事を振り返れるというか、だから本当に厄介ですね。しょうがないですけど、だからこの日本の経済というか、この資本主義社会の中というか、まあ、ね、社会構造的にはすごくこう僕みたいな症状は本当に働きにくいなっていうのを思います。僕はね、まあこう会社経営をさせてもらって、まあある種自分でその時間の使い道というかを決められるし、まあ時にはね、こう無理してでもやらなきゃいけない場面で出てくるのはあるんですけど、まあそこの自由度っていう意味ではある意味高いんですけど、まあ、ただね、考えなきゃいけないことがこう山ほどあって
あるじゃあるんですけど、まあこういう働き方ができてまだ良かったなっていうのはすごい思いますね。本当に普通に会社勤めてとかだったら多分僕はもう無理ですね、本当に。じゃあ今からまあ明日からどこどこ何時に出社で何時まで働いてみたいな言われて、あちょっと無理ですみたいな、本当にそのぐらい なりますね、なっちゃいますね。多分お金なくてもその症状になるんだったらまだお金ない方がマシかなっていうぐらい本当にすごい症状なので、本当こういった働き方ができてるとは本当に助かったなっていうのは思いますね。まだまだそういった意味ではその改善しきれてないその日本のこの社会の構図っていうのはまあたくさんあるというか、ありすぎるというかね、本当に課題だらけっちゃ課題だらけですし、まあ、ただある種ね、そう、まあね、こういう世の中がコロナになって、ね、まあ、リモートワークみたいになって僕的にはむしろありがたいとは思うんですよ。もちろんねずっと家にいるっていうのはそれは辛いですけど、ただやっぱ何年か前ね仙台にいた頃はやっぱ打ち合わせとか行くと必ず会わなきゃいけなくて、どっかカフェ行ったり何したりっていう、それが、まあ、こういう状況になってからは家にいても打ち合わせができたり、そういうなんだろう、まあズームでね会話したり、まあ電話でもいいし、なんかそれが OK になったっていう意味ではすごい助かったなっていうのは思います。僕的には個人的にはそう思ってます。まあ、基本的にねその Zoom とかなんだろう、そういった打ち合わせはまあねヒロがやってくれてるのですごい助かってはいるんですけど、僕もね長時間誰かと話すっていうのもすごい、この症状になる前もそうですけどなってからもより難しくなったので、そういった面ではね本当に助けられてますね。近くに自然があるっていうだけですごいですね、やっぱり。ほんとちょっと外出るだけで大自然がこう広がってて、もう夕日なんかめちゃくちゃ綺麗で、でそれをこう、まあ、最近はねあの竜とそばかすの姫の映画の主題歌とか挿入歌になってる曲を聴くと、もうなんだろう、その景色とこの壮大な曲がマッチしてめちゃくちゃすごいいいんですよ。だからもうそれは本当に、ね、ここにそういう近くに自然があるっていうのはすごくいいなと思うし、
それを感じられる場所がね、あるのすごくいいですよね。やっぱ仙台にいたらそれはできないですからね。本当に建物一つない。山、雲、空、太陽。その太陽の光が、雲で重なってこう差し込んでみたいな。めっちゃ幻想的ですごいね、景色見させてもらってますね。本当それを見るとこの地球にいるんだっていう、この地球が存在していることに感謝しなきゃなって思えるし、またその地球にこうやって存在できていること自体本当にありがたいなって思えるんですよね。本当にある種こうやってここに住んでいるから、なんかその瞬間をじっくりこう噛みしめながら景色を見れるっていうのもあるし、すごいですね本当に。飲み終わりました。美味しい。なんかこうやって喋ってると多分まだまだ喋りたいことある。最近ね、ジャニのチャンネル今すごい毎日投稿してくれて嬉しいですね。夏休みのあのキャンプから、なかなかあんな姿見れないというか、僕はねこう嵐ファンでもあって、ファンになって約10年ぐらい経ちますから、僕らも。その、ニノも、その自分でも言ってるように、おじさんだったって、ね、本人も言ってるように、なんかそんな感じはあるんですけど、なんか全然もう、なんかね、ああいう姿見れて、すごい嬉しいなっていう方が強いですね。いや今までのねやっぱ活動の中ではなかなか見れない姿ですからね。面白いですね見てて。またあのメンバーもいいですよね本当に。愉快な仲間たちみたいな、見てて癒されますね。今日あれ松潤の誕生日ですね。8月30日おめでとうございます。ね、今年の冬も映画公開で、再来年大河ドラマで、今のと忙しい。あのキャンプ動画見てたらもうキャンプしたいなって思いますね。僕もキャンプできそうなとこいっぱいあるんですけどね。やっぱテント立てたりとか、そういう準備が大変だし、夏はね虫がすごいんで、特に、ガチの山なんで本当に危険じゃ危険なんで、だから冬なんかそういうのやりたいなと思います。冬は冬でまたね寒い、マジ寒いですよねここは。マイナス10何度とか、もう去年というか
去年から今年にかけて経験してるので、もう寒すぎるぐらい。まあ、その前にね、秋が来て紅葉も、ああでも去年の9月頃か来たの、だからもう1年ぐらい経つなるんだね。ここに1回目来た時が、それで言うともうちょいで僕の誕生日なんですよね。もう24なんですよ。早っ。やだな。もう24か。いや信じられない。頑張っていかなきゃいけないんですけど、短編ドラマでも、まあでもドキュメンタリーというか、もうリアルというか、僕の今の現状と僕の夢をあえてドラマ形式にやっただけなんで、本当リアルな話なんですよ。あれは国立でライブをするっていうのが何年か前から夢になって、2017年ぐらいかな、ジュノンボーイの書類通って、まあ、面接まで行った時に、面接の時も言ってるんですよ。僕の夢は国立でライブをすることです。それ2017年なんで、まあその時から夢として抱いていて、まだ捨てきれないっていう状態で、どう叶えようかみたいな今考え中です。考え中というか、あとは行動のみみたいなところもあるっちゃあるんですけど、その行動がまだ定まってないですね。ビジュアルイメージとか、どういう方向性はなんとなく決まったんですけど、それが果たして国立でライブをするっていうところに結びつくのかどうか、そこまでこうどうやったら実現できるかっていうのが、まあ決まってない段階です。それ以前にまず考えなきゃいけない別のことがあるので、もうそっちをの方がもう最優先っていうのはもちろん分かっていながらも、こっちは国立はどうしようかってこうすごいモヤモヤしてる状態です。国立ね、本当に簡単にね、ライブしたいからやりますって言ってできるところじゃないんで、自分でもある種大変な夢をまだ追ってるなって思うし、ある種ああやって短編ドラマで国立でライブがしたいんだって言ったことは、本当に要は世の中に宣言したのと、まあ同じ、まあ再生数は全然いってないですけどね、そういったようなものなので、果たしてそれが実現できるのかどうかっていうところですね。まあ、その辺もね、一緒に歩んでいただけたらなんか嬉しいなと思いますね。まあ、ちょっとね、今まず体調の方を回復させて、あとはできることを、まあ、また少しずつやっていければいいなと。
しましたけど、聞いていただいてありがとうございました。ではまた、次はドキュメンタリーかな、また次アップするのが、はい、そちらもね見ていただけたら嬉しいです。では今日はありがとうございました。バイバイ。